はい、で真ん中の竹だけ、竹と紐は最初から出てるやつなんですけど、周りの木はあの風鈴がこう遊具から落としたりして結構割れちゃいまして、今別のものつけてます。
かに。私の後をついてきてくれているのが妹の桃浜です。桃浜、どうやら今朝はお腹が空いているようで、早くミルクちょうだいよと、この後のミルクを心待ちにしている状態です。残念ながらまだ私持っておりませんので、もうちょっと待ってくださいね。そして運動場端の方で何やら探検をしておりますのがお姉さんの桜浜です。桜浜、非常にマイペースな性格でして、妹以上に手がかかります。はい、それを恋しているところもありますので、今もちょっと抱き上げることができましたが、ただ2頭とも非常に体重があります。今朝の体重はすでにあちらのボードに掲げられてますけれども、もう26キロに迫るところでして、かなり重たくなりました。一時袋は私たちスタッフよく抱っこして皆様の前に連れてきたりなどしましたが、今はとても抱き上げることが難しいですので、こうして子どもたちには自分で元気に歩いてもらっています。はい、さようです。はい、それではこちらの涼しい木陰でミルクを与えようかと思います。成分に近づけて作られたものでして、粉ミルクをお湯で溶いております。粉ミルク、今日2頭にこうして用意してますが、量は全く違います。妹の頭皮、ご
させてますし、用意されている量もかなり多いです、はい、もう待ちわびてますので早速お手紙を渡せようかと思いますが、まずはちょっと私から一旦離れてもらいましょう。はい、それでは早速皆さんの名前でまず姿をご覧いただこうかと思います。あっという間に飲み干してしまうかと思いますので、どうぞ皆様ご覧ください、はい、で大きくとき、なぜ用意した量が違うのかといいますと、実はこのミルク、そもそもお母さんパンダからもらう母乳で足りないのを補う役割なんです。で今朝早い時間にお母さんから母乳をもらった王妃、今お腹はさほど空いておりません。母乳で足りなかった分もまして哺乳瓶で少し与えました。この人工のパンダミルクを少し多めに用意したというところなんです。そしてミルクの後にはキータが最近よく食べますこちらのリンゴ、リンゴも与えます。練習を重ねました。お母さんパンダのラッキー、今回で4回目の出産子育てなんですけれども、過去に3回双子を産み、そして育てております。その経験がありますので、私たちスタッフ、ラウヒンの子育て能力、母性本能を信じまして練習をしました。すると子どもたちの成長に従って、子どもたちが成長するに従って、お母さんの子育てにも余裕が出てきたのか、落ち着いて子ども2頭を同時に面倒を見られるようになったんです。今ではこの広い外の運動場に親子3頭で開放してもしっかり落ち着いて過ごせるようになっております。今月初めからこの外の運動場に親子3頭で出られるようになりまして、この後も実はお母さんがここにやってきます。親子3頭になったところも大変微笑ましいですので、ぜひゆっくり。さて、他に何か知りたいこと、気になることはございませんでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、実は、この王妃桃浜、お母さんからの卒業さほど遠くありません。野生のパンダたちも1歳から1歳半、長くて2歳ぐらいまで一緒に過ごすようですが、私たちスタッフ、ラウヒンの体調や疲れなども考慮しまして、親子の離れる時期を決めます。もしかすると2頭1歳になる前に親子離れ離れになる時が来るかもしれません。本来は1頭しか育てられないジャイアントパンダのお母さんですが、ラウヒには頑張って2頭の面倒をしっかり見てもらいました。十分頑張りましたので、少し早めに子供から離れ体を休めてほしいなという気持ちもあります。また同時に2頭の成長非常に順調でして、これまでの兄さんお姉さんたちよりも速いスピードで大きくなっているぐらいです。この2頭の成長を見ていても、そろそろお母さんから話してもなんとかやっていけるかな、そんな期待もありますので、まだ正式にいつ親子が離れるか決まっておりませんが、年内にはお別れの。さあ、他に何かあればお答えいたしますが、何かございますでしょうか。はい、上へ登りますと、開館の上から
でご覧いただけます。2階観覧車ではグリーディングセンターのちょうど反対側に階段が上がりますので、よろしければご利用ください。リンゴや人参、動物用のビスケットを準備しております。さあ、お互い運動場へお進みいただきますと、桜浜と桃浜のお父さんパンダ永明もご覧いただきます。お父さんパンダ永明はグリーディングセンター運動場でご覧いただけます。うん、そうや、なかった。あの時、金増えた。さあ、ウルフの姿、ご覧いただけます。混み合っておりますので、ただお客様の交代をしながらのご観覧
ております。お気を付けください。Thank you.
本日はご来店いただきまして、おかげでありがとうございます。お話のお客様にお願いいたします。お客様に、皆様お客様に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 お客ジャムで外出る練習とか双子だけの時間帯は散歩で出るのに。遊んでいたいですとか、先ほど食べているところは、ご覧いただけます。また高いところが大好きですので、そのように遊具がありますと、すぐに一番高いところまで登って、元気いっぱい毎日遊んでおります。
さあ、それでは私から少しお話ししましたが、皆様から何かご質問があればお答えしていきます。質問タイムを行いますので、何かご質問があるお客様は大きく手を挙げてお知らせください。そののスタッフがお伺いいたします。はい、今もスタッフと元気いっぱい遊んでおりますが、お母さんと一緒の時にはお母さんが食事をしているのを邪魔してでも遊んで遊んでとアピールをしております。また今までの赤ちゃんを見ておりますと、午前からずっと遊んでお昼には疲れて眠ってしまうことが多かったのですが、ユイヒンはお昼を過ぎても元気いっぱい2時3時ぐらいまでずっと遊んでいたりと、本当に活発な健康へと成長しております。ないですかというご質問いただきましたが、パンダもともと暑いの苦手な動物ですので、暑いところになるべく出さないようにしております。この後もですね、すぐに屋内運動場へと移りまして、涼しいクーラーの効いたところで過ごすんです。野生では夏場でも雪が溶けないような寒い環境ですので、なるべく涼しいところで過ごしておりますので、夏場ではありません。あまり暑いところにずっと出しすぎてしまいますと、人間と同じように熱中症になってしまったりすることがありますので、気をつけております。ご質問ありがとうございました。で、母さんのものの方が美味しいようでして、このミルクはほとんど口にはしておりませんが、これから飲むようになったらどんどん与えていこうかと思っております。ご質問ありがとうございます。それでは、たくさんご質問皆様ありがとうございました。夕日も暑いですので、この後は屋内運動場へと移動させていただきます。屋内入りましたら、お母さんラウキンもやってまいりまして、親子で仲良く過ごす姿がご覧いただけます。またお父さんパンダエルメも屋内運動場におりますので、親子担当の姿ぜひごゆっくりお楽しみください。それでは皆様、本日は最後までお聞きいただきまして、誠にありがとうございました。この後もアドベンチャーワールドでどうぞ素敵な人たちをお過ごしください。皆様ありがとうございました。以上をもちまして、赤ちゃんパンダユーヒーのレクチャータイムを終了いたします。この後、お母さんパンダラウキンと一緒に、これまず親子公開を行ってまいりますが、本日は気温が高いため、親子公開は中の運動場で行わせていただきます。この後、ユーヒーは、ミナシの入り口入ってすぐ、お隣の運動場へ移動いたしまして、お母さんパンダラウキンと一緒に、親子の姿をご覧いただけました。一応、お願いします。
タンなの？そうよ。やっぱりかわいい。かわいいね。やっぱりやっとっぽいたい。かわいい。とっぽいたい。あちゃん、このちっちゃいパンダさんが見えるの今の無駄気やな。こちらのレディーグリーンセンターに顔をつくと、可愛いね。すっごくのパンダ優しいね。Thank you.
Thank you.
あれだから勝負。ママが増えてまいりました。定期的に前後の交代のご案内をさせていただきます。その際には皆様後ろの方と交代していただきますようにご協力をお願いいたします。また JAFブリーディングセンターフラッシュを使った記念撮影はご遠慮いただいております。現在赤ちゃんパンダの最近は目の発育にとって大変重要な時期を迎えております。皆様がお持ちのカメラや携帯から発せられるフラッシュの光は最近の目の発育に悪影響を及ぼす恐れがございます。恐れ入りますが皆様お写真を撮られる際今一度お手持ちのカメラご確認ください。設定方法がご不明でしたらお近くにおりますスタッフがお手伝いします。お声かけください。特にデジタルカメラやスマートフォンをお持ちの皆様、フラッシュの設定がオート設定になっておりますと、本日少し曇り空の影響でフラッシュが大変光りやすくなっております。フラッシュの光は最新の目の発育に悪影響を及ぼす恐れがございますので、どうぞ切った状態でご撮影ください。それではお客様の人数が少しずつ増えてまいりました。ただいまから定期的に前後の交代のご案内をさせていただきます。放送がございましたら現在一番前2列目にいらっしゃる皆様は後方のお客様との交代をお願いいたします。ただいまから定期的に前後の交代のご案内をさせていただきます。放送がございましたら後方におります皆様との交代をお願いいたします。観覧エリア後方は他のお客様が通られます通路となっております。通路を垣根沿いで立ち止まられますと大変混雑いたします。恐れ入りますが立ち止まってのご観覧の希望の皆様もう一歩ずつ中の方にお詰めいただけますでしょうか。皆様のご協力をお願いいたします。本日は日曜日ということもございまして車椅子をご利用のお客様やベビーカーをご利用のお客様も大変多くいらっしゃっております。より多くのお客様が安全にご通行できますよう皆様のご協力をお願いいたします。ひねられてるよね。それでは恐れ入りますが現在一番前2列目でいらっしゃる皆様後ろの方との交代をお願いいたします。ご案内をしております。恐れ入りますが皆様のご協力をお願いいたします。また本日は2階の観覧エリアも開放しております。2階の観覧エリアは親子がいる運動場の町の反対側一歩車側に階段がございますのでぜひそちらから2階をお進みください。親子がいる運動場を向かって右側左側どちらから進んでいただいても結構です。2階へと進みください。ですがこちらのブリーディングセンター皆様とパンダの間にガラス面がございません。大変近くでご覧いただける分大変物が落ちやすい作りとなっております。2階の観覧エリアをご利用になられる皆様はお手持ちのカメラや携帯スマートフォンがまだパンフレット類やお帽子などがパンダのいる運動場に落ちませんようどうぞご注意をお願いいたします。パンダ落ちない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 。一緒に撮ったらどんどん映って読んでよ。名前なんて名前
レッサーパンダ。レッサーパンダ。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 降りてそうなんじゃ。またアドベンチャーワールドではお客様と動物の安全のためにパーク内での自撮り棒のご利用はご遠慮いただいております。お待ちの方がいらっしゃいましたらおカバンの方へとおしまいください。パンダ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 レッサーパンダパンダレッサーパンダパンダレッサーパンダパンダパンダエリアの後方は他のお客様が通られます通路です。通路で立ち止まったり観覧されますと大変混雑してまいります。恐れ入りますが立ち止まってのご観覧ご希望の皆様は後方にある垣根沿いではなく運動場沿いでお立ちいただきますようにご協力をお願いいたします。また立ち止まってのご観覧ご希望のお客様もう一歩ずつ中へとお進みください。なのでちょっと続こう。それでは恐れ入りますが現在一番前2列目でいらっしゃる皆様後ろの方との交代前に順番変わるようになってるから。すぐタケノコ食べよう。タケノコ食べたら見えちゃって。あのまだこれ前の人が定期的に入れ替えてるから抜けた。そうか。あれが一匹になった青色ですね。
ご自身の目線の高さまで、地面から浮かしてのご利用の際はご自身の手を必ず添えて、手の延長線上で必ず行っていただけますようご協力をお願いいたします。手の届く範囲でのご撮影にご協力ください。
バッグ。すごいね。しながら譲り合ってご覧ください。一番前でご覧いただけたお客様、後方の方との交代をお願いいたします。現在ブリーディングセンター外の運動場では年産にあたる3頭のパンダたちが暮らしております。ぜひパンダラブにも足を運びください。
現在外の運動場で過ごしております。親子のパンダたち、外気温の上昇に伴いましては中の運動場へと移動させていただく可能性がございます。現在ご観覧いただいている皆様、あらかじめご了承ください。ジャイアントパンダは寒い地域に暮らす動物で、日本の夏は大変苦手な動物です。外気温が20度から25度を超えますと中の運動場で過ごすことがほとんどです。本日も外気温が大変高くなっておりますので、親子の様子によっては中の運動場へと移動させていただきます。ご観覧いただいている皆様、あらかじめご了承ください。おばあちゃん、Thank you.
恐れ入りますが、親子がいる運動場一番前でご覧いただいている皆様、腰を低くしてしゃがんでご覧いただけますでしょうか。後ろの方へのご配慮をお願いします。また、ただいまのお時間少々混雑しておりますので、定期的に前後の交代のご案内をさせていただきます。放送がございましたら、現在一番前でご覧いただいている皆様、一度後方の方との交代をお願いします。現在一番前でご観覧いただいている皆様、後方の方との交代をお願いします。交代し、一番前に入られた方、恐れ入りますが腰を低くしてしゃがんでご覧ください。後ろの方にもご観覧いただけますよう、皆様のご配慮をお願いします。ご覧いただいている皆様、一度後方の方との交代をお願いします。交代して一番前に入られた方は恐れ入りますが、腰を低くして
これで取れた？取れた取れた。一緒。うん。ちょこっちこっち。あ、ちょっと待って、これ見つかる。1個見つけた。こっち見て。2個見つけた。Thank you.
ー。